どうもこんにちは、ミカスです。いつもとね背景がねちょっと違うと思うんですけど、車の中から、今日はお届けしております。今日はですね、新企画の、お知らせになるわけなんですけど、これがね何の車かっていうとね、ハイエースなんです。ということで、新車中古車販売の大手のですね、フレックスさん、ご存知の方もね多いんじゃないかと思うんですけど、ご存知ない方のために一応説明しておきますと、中古車とか新車のね販売の大手の車屋さんなんですけど、有名なのはランクルとハイエースなんですよ。もうランクルとハイエース、例えばね中古車雑誌とか、ネットでグーとかねカーセンサーとかで見ると、ねフレックスって出てくるようなね、何しろランクルとハイエースに関してはものすごく強い、車屋さんになります。で、特にハイエースに関してはそのオリジナルのベッドキットだったり、シートカバーとかね、外装ボンネットだったりとか、なんかいろいろ作ってると、もちろんそのランクルハイエース以外にも、ミニだったりとかジープだったりとか、それ以外のね車も何でも扱ってる車屋さんなんですけども、何しろね専門でやってるからこそできる、フルオーダーの車両製作だったりとか、自分の欲しいものを作ってくれる、もしくは欲しいものが置いてある、そんな車屋さんです。フレックさんの提供で、約3ヶ月にわたって毎週ちょっと動画を更新していくっていうね、そういう新企画をやろうと思うんですけども、その名も週刊ハイエース。週刊ハイエースでございます。ハイエースって聞くと、イメージするのは、昔のハイエースと違って今のハイエースですね、イメージするのは、送迎車、それから業者さんの使ってる、バン、あと引っ越しとかね、なんかそういう車をイメージするんじゃないかと思うんですけど、ハイエースね、いろいろ種類があるんですけど、そういうハイエースの細かい種類の違いだったりとか、あとはせっかく広いんでやっぱりねアウトドアに使ったりとか、その車中泊に使ったりっていうことをしたいじゃないですか。で、トヨタなんかに行くとそうやって人がいっぱい乗るだけだったり、何もついてない車しかないんですけど、フレックスさんはですねカスタムカーを作って販売しているんですよ。新車でも中古でも何にもない状態のハイエースをベッドキットって言って、その椅子の状態からベッドになって、その荷台がもうすごい広いね、あのベッドになるような、そういうカスタム車両をね、外装含め、作っているということで、そのカスタムハイエースねを使ってどんな乗り味なのかとか、実際にそのアウトドアね車中泊とかに使った場合にどういう風に使い勝手がいいのかっていうのを、紹介していけたらなと思っております。ということでですね、これから毎週、金曜日に、1本動画を上げるっていう形でやっていこうと思います。ハイエースね、めちゃめちゃいいんですよ。もう実は全部ね、撮影終わってて、もうこの車でね車中泊キャンプとかもう行ってきてるんですけど、これはね、ちょっと見ていただければ分かると思うんですけど、欲しくなると思います。欲しくなると思いますよ。自分はもうめちゃめちゃ欲しいです、ハイエース。はい。ということで、これから約3ヶ月弱にわたってお届けします、週刊ハイエース。ぜひね、ご期待いただければと思います。ということで、今日は告知でした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。